ロットなどの走行装置を外され、代用暖房車として使用された機関車の例、暖房車は、かつて、日本国有鉄道などに存在した、鉄道車両の一つ。蒸気暖房用の蒸気を発生させるためのボイラーを積んだ車両のことで、事業用車扱いであった。機関車の G に連結されている車両が、暖房車電車や、機動車などのような独自の暖房装置を、搭載していなかった。 客車列車の場合、蒸気機関車が動力源として作り出した蒸気の一部を配管を通じて客車に流すことで暖房にしていたが、稼働しても蒸気が発生しない電気機関車、ディーゼル機関車が牽引する列車では、それができないことから、冬場には蒸気を供給する暖房車が連結された。燃料には石炭を使っており、そのため、電化路線でも冬には、 トンネル通過の際に窓を開けていると暖房車から出るすすが入ってくることがあった。日本におけるこの車種の起源は新越本線横川駅軽井沢駅間の薄い峠で使用されていた歯車車の一部に1921年から1923年にかけて暖房用ボイラーを設置したことである。同区間では1912年の電化によって電気機関車が使用され、 1921年には、電気機関車による運転のみとなった。タンク間とはいえ運転に1時間以上を要し、冬季の寒さも厳しかったことから、暖房なしというわけにいかなかったためである。1925年12月には、東海道本線が電化され、翌年1月には、横須賀線も電化され、電気機関車による運転が開始された。これに対応して、 初の本格的暖房車ホヌ2万二百系ホヌ三十型が九百二十六年に製造された。その後、九百二十九年にスネ六千八百五十系、九百三十四年に中央本線用のナヌ六千九百系、九百三十六年に東海道本線用のオヌ六千八百八十型が製造された。後年の大型暖房車の登場に伴い、 初期のものには上越線や仙山線といった地方電化線区に転属したものも出てきた。昭和30年代になると淘汰が進んだが、水軍線では逆に DD13 型の配属によって暖房車が必要になる稀なケースもあった。暖房車は寒さの厳しい地域の冬場にしか使う必要がなく、冬場以外の時期は全くの有給車両となる上に、 列車に連結することで、その分牽引できる車両の重さが制限されてしまい、またボイラーへの石炭投入や水の供給を行う、機関士の資格のある乗員が必要になる、等の欠点があった。そして、何よりも無塩化の効果を台無しにする問題もあった。このため、百三十九年に蒸気発生装置を積んだ電気機関車 e e f 十六型が、九百四十年には、 改良型の EF57 型が製造された。しかし、戦後に旅客用として製造された EF58 型は製造当初、蒸気発生装置を搭載していなかった上、1949年の東海道本線浜松原下に必要となる暖房車の申請が当時日本を占領していた連合軍総司令部によって認められなかった。そのため老朽化した。 タンク機関車のボイラーや終戦によって余剰となっていた戦時設計系無害者と機900系の大枠等を使用してマヌ34型が改造名義で製造された。また、同年7月には暖房車の改版が行われ、1928年の消防規定改正で雑型に分類されていた暖房車は、この時に他の構成客車と同等の不安体系に改められた。 戦後は、機関車自体に、その種の暖房装置を搭載する方針が定められ、旅客用の電気機関車、ディーゼル機関車に、蒸気発生装置を取り付けることになった。その後、電気機関車の一部は、電気暖房を採用するなどした結果、暖房車の必要な客車列車そのものの減少もあって、1973年春までに、廃止された。 鉄道車両としての暖房車は姿を消したが、東日本旅客鉄道では、イベント運転において、高崎車両センターの DL が SL 列車を牽引することがあり、同センターの DL は SG 未搭載のため、DL 牽引時も並結されている SL から、暖房用の蒸気が供給されている。用途としては代用暖房車そのものである。変わった例としては、客家混合列車が、 蒸気機関車牽引であったにもかかわらず、機関車と客車の間に蒸気暖房管が引き通されていない貨車が連結されることがあるため、やむを得ず暖房車を並結した列車もあった。また、北陸本線、米原駅、田村駅に高直流切り替え用の非電化区間が存在した時期には電気機関車の代わりにタンク間を蒸気機関車が牽引したが、 その際も優等列車の停車時間を短くするために、あえて暖房車を連結したままということもあった。なお、国鉄における車両表記はぬであった。一説によると、ぬくめるやぬくもりが由来だという。国鉄、ありがとうございます。